い、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は今この感じで髪の毛はね巻いているんですけど、このヘアアレンジの仕方を紹介してほしいというコメントが結構来ていたので、今日はねそれを紹介していこうかなと思います。ではレッツゴー。はい、今前髪を濡らして分けたいところで分けて、ドライヤーでガーって乾かしてきた状態になっています。ここから髪の毛を巻いていきます。まずこの上半分の髪の毛を取っておいて、これはね後で別に巻くので、とりあえずなんかゴムで縛ったりとかピンで留めたりとかして分けていきます。はい、まずでこの下半分の髪の毛からやっていくんですけど、ここの髪の毛は全部外跳ねをしていきます。使うのはサロニアの 32mm のコテで、温度は170度に設定してあります。でこれで毛先だけを外巻きにしていきます。コテを使って毛先をねワンカールさせていきます。後ろはちょっとね感覚になるんですけど、こんな感じで毛先をワンカールさせます。はい、こんな感じでね下半分の髪の毛の毛先をワンカール外巻きにしたら、今度は上の髪の毛をやっていくんですけど、私はちょっと髪の毛が短くてやりづらいので、今巻いた下半分の毛を逆に次はなんかゴムかなんかで縛ってまとめておいて、この下の髪の毛は取らないようにしていきます。こんな感じでゴムかなんかでまとめていって、上半分の髪の毛も同じように毛先を外跳ねにしていきます。はい、今全部毛先をね外跳ねにしていったので、ここから巻いていきたいと思います。顔周りの毛は絶対外巻きで巻いていきます。こんな感じで巻いたら、コテを回しながらくるくると取っていきます。こんな感じです。ミックス巻きで巻いていきたいんですけど、顔の周りの髪の毛だけ2束外巻きにしていきます。また同じようにくるくると取っていきます。で顔周りは2束外巻きをしたら、次は内巻きをしていきます。でこの内巻きをしている間に一番最初に巻いた髪の毛をほどきます。髪の毛って熱を加えて冷めたらその形を維持してくれるんですけど、冷めるまで待っちゃうと、私は髪の毛が短いのでグリグリに巻けてしまってボリュームがすごく出ちゃうので、巻いて一束巻いたらほどくみたいな感じで、ちょっと分かりづらくてすみません。そんな感じでやっていきます。ゆる巻きにしたい時は巻いて割とすぐに髪の毛をねほぐしてあげるとゆる巻きになるかなと思うので、ぜひやってみてください。この巻いた髪の毛の2つ前の髪の毛の束をほどくって感じでやります。これを全部にやっていきます。はい、今上半分の毛が全部巻き終わりました。そしたら下のね縛ってた髪の毛をほどきます。でまあ全体的にこんな感じで鳴らしていって、まあ、あとこの前髪はこんな感じで外に外に巻きます。私も今伸ばし中なのでちょっとうまい対処法がわからないんですけど、こんな感じでやって、私はあとはケープでね固めちゃいます。前髪は、はい、こんな感じで私流のね巻き方が完成しました。ポイントとしては、最初に髪の毛を全部外跳ねにすることで、まあ巻き残しがあってもストレートではないので、ちゃんとね巻いてる風には見えるかなと思うので、最初の外跳ねは絶対にやるっていうことと、上下にブロッキングして下の髪の毛は外跳ねだけで終わらせるっていうのが2つ目のポイントです。結構私今髪の毛が短いので、下の髪の毛も巻いてしまうとすごいボリューミーな感じになってしまって頭でっかちに見えちゃうかなと思うので、下の髪の毛は
そのまま外羽だけで上だけをミックス巻きにして、まあ、ちょっとバランスをとっています。まあ、あとは全部巻き終わってから全体のバランスを見て巻き直したりすることもあるんですけど、大体はこんな感じで髪の毛を巻いています。でここからプラスアルファでもうちょっとなんかおしゃれっぽく今年っぽくしたいなって方は、何回か動画で紹介しているんですけど、こちらのベビーオイル、まあ、ヘアオイル何でもいいんですけど、まあ、N.とかが結構有名かなと思うんですけど、私は N.持ってないのでベビーオイルで代用してるんですけど、まあ、これはね本当に少しだけ半プッシュぐらい取って手に塗り広げて、これをね毛先から揉み込むように塗っていってあげて、ウェットヘアっぽくしてあげるとすごい今年っぽくなるのでいいかなと思います。別にこれはやらなくてもやってもどっちでもいいと思うので、まあ、その日の気分とかその日のファッションとかに合わせて決めてあげるといいかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じで私流の巻き髪のご紹介をしてみました。少しでも参考になればなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。